参議院議員候補、日本改革党、靴沢良五54歳。元東京都豊島区議会議員、獣医師、麻布大学獣医学部獣医学科卒業。続いて、靴沢良次さんの政見放送です。 東京選挙区に立候補いたしました日本改革党代表、靴沢良次でございます。先日まで豊島区議会議員を務めさせていただいておりました。福島県立岩木高等学校卒業、麻布大学獣医学部獣医学科卒業、獣医師でございます。2011年まで動物病院を経営しておりました。2011年、旧知の顧客であるブリーダーに 自家で使用する目的で注射器を譲ったところ、薬事法違反で逮捕されました。処方であると主張しましたが、聞き入れられず、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。昨年秋に肺がんの手術をいたしまして、現在は証拠を保っております。私の公約は次の通りでございます。憲法9条、破棄、 外国人生活保護、廃止。留学生超優遇、廃止。外国人実習制度、廃止。スパイ防止法、制定。NHK スクランブル放送、実現。悪質捏造報道に、刑事罰、制定。消費税、減税、いずれ廃止。漫画やアニメ、 ゲームなどの一切の表現規制に反対などでございます。その他にも、皇室団刑維持、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、竹島北方領土、拉致被害者奪還など、日本人として当然のことを日頃から YouTube や Twitter などで 述べさせていただいております。よろしければひらがなで、靴つざわと検索なさってください。私は12年ほど前にテレビと新聞が偏っていて異常であると気がつきました。テレビに出ているあの人もこの人も日本人ではないと気がつきました。11年前に富士テレビの変更放送に抗議するデモに参加いたしました。 1>, 1万人弱が参加しましたがテレビは全ての局が報道しませんでしたこれまで NHK スクランブル放送実現や NHK ネット聴取反対のデモを4回行いました毎回約300人もの方にご参加いただきましたですが NHK デモもテレビと新聞は全く報道しませんでした NHK に デモ開催の連絡をしていたにもかかわらず、すべてのテレビ局が取材に来ませんでした。6月9日に80グラムという大量の大麻所持で、フジテレビ社員が逮捕されましたが、テレビ報道は一切ありませんでした。私が11年前に薬事法違反で逮捕されたとき、基礎かどうかも決まっていない段階で、 実名も顔も全国放送されました。私と同じ薬事法違反の逮捕者すべてが全国放送されるなら公平ですが、そうではありません。君が代過唱拒否という集会でしたら、5人程度の人数でも全国放送されるのに、大勢が参加した富士デモと NHK スクランブルデモは一切報道されませんでした。 NHK が海外ニュースを紹介するときは、なぜかいつも CNN を引用しています。保守系の FOX ニュースは一切使われません。テレビが偏っていて異常なことは、テレビだけをご覧になっている方々は、なかなか気がつきにくいとは思いますが、テレビ新聞の隠蔽体質は、11年前から全く変わっておりません。我が国のテレビと新聞は、 偏っていて異常です。テレビと新聞は偏っていて異常です。テレビと新聞は異常です。国会議員となり、我が国のテレビと新聞は異常だという事実を、お一人でも多くの方に広めたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 日本改革党、靴沢良二さんの政見放送でした。